七将秀吉子飼いの武将たち。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は七将秀吉子飼いの武将たちについて紹介していこうと思います。もともと低い身分の出だった豊臣秀吉には、若い頃から付き従う古参家臣こそいたものの、不代の家臣という存在がいませんでした。やがて彼は次世代を担う人材を必要とし、自らのそばに置くことで側近として取り立てていくのです。それが七将と呼ばれる子飼い武将たちでした。今回は七将それぞれがどのように秀吉、そして豊臣家と関わりがあったのか、詳しく紐解いていきましょう。決して武勇一辺倒ではないマルチな才能を持った武将、加藤清正。後に加藤清正と名乗る虎之助は、現在の名古屋市にあたる中村で生まれています。中村といえば主君秀吉と同じ出生地なのですが、実は遠い親戚にあたるそうです。彼の事績をまとめた清正記という書物によれば、遠祖は藤原氏の流れを組む家柄で、美濃の加藤の庄へ移り住んだことから加藤という姓になったのだとか。実際にどこまで本当の話なのか分かりませんが、父清忠の代には武士として没落していたとも。やがて母糸と秀吉の母仲がいとこの関係だった縁子を頼り、天正元年1573年頃に秀吉に仕えます。当時の秀吉は北近江を与えられて飛ぶ鳥を落とす勢いの武将でした。虎之助は子供の頃からたくましい体格と知恵を持ち、武芸にも秀でていたそうです。また秀吉夫妻から我が子のように可愛がられ、ゆくゆくは優れた武将になるべく、秀吉から武略や人の使い方などを吸収していきました。やがて虎之助が15歳の時、秀吉自らが烏帽子親となって元服、清正と名乗ります。ちなみに初陣はもっと早くて、天正3年1575年に起こった長篠の戦いでした。当初清正は従軍を願いますが、秀吉はまだ若すぎるとして許しません。そこで清正はこっそりと行軍に紛れ込んで戦場へ出たのです。さて戦いが始まると、清正は武田勢に攻めかかり、いきなり3人の敵を討ち取りました。さらに優勝として知られた座高寺与一と一騎打ちの挙句、相手に傷を負わせるという主君を挙げます。清正の戦いぶりに対して秀吉は怒るどころか大いに褒めたたえ、すぐに120石を与えたとか。その後も清正は戦いのたびに優れた功績を挙げて出世していきます。賤ヶ岳の戦いでは七本槍の一人として活躍し、柴田軍の猛将山路政国を討ち取るという大主君、3000石を与えられています。そして清正が大名になる時がやってきました。さっさ成政の失政によって肥後国一揆が勃発し、その鎮圧に功績があったとして肥後藩国の統治を任されたのです。清正は苦心しながらも肥後をうまく治め、治水工事や干拓事業を行うなど、国を豊かにする努力を怠りませんでした。人々は彼の善政を喜び、現在でも熊本の人々は清正のことを清書子さんと呼んで親しんでいるそうです。清正は秀吉が亡くなった後も豊臣家への忠節を忘れませんでした。関ヶ原では行きがかり上東軍に属したものの、人生の最後まで秀吉の意地、秀頼へ思いを寄せたといいます。七将随一の荒くれ者、その武勇で秀吉を支える福島正則。秀吉の子飼い武将として加藤清正とセットで語られるのが福島正則です。後に荒大名で名を馳せる正則ですが、実は幼少の頃から暴れ者で知られていました。永禄4年1561年に桶屋を営む家に生まれた正則ですが、幼名を市松と言います。市松はわんぱくを通り越すほどの暴れっぷりで、喧嘩をしては他の子に怪我をさせたり、挙句に大人にまで突っかかる始末だったといいます。
市松の母はちょうど秀吉の母中の妹にあたるため、とうとう困り果てて秀吉に預ける決断をしました。さて秀吉は自分の甥がやってくると聞いて大変喜び、市松をそばに置いて英才教育を施します。一説には竹中半兵衛が師匠となって槍術や軍略の手ほどきをしたとも。市松には武士としての素養があったらしく、めきめき武芸の腕を上げていきました。さて初陣を飾ったのは天正7年1579年、蜂起の上四条を攻めた時のことです。正則はこの戦いで小峰左門という豪のものを討ち取り、いきなり100石を与えられています。さらに秀吉の中国攻めが進んでいくにつれ、正則はどんどん手柄を上げて出世していきました。やがて天正10年1582年の段階で1000石取りの侍大将にまでなっています。本能寺の変を契機に秀吉の天下取りが始まると、正則も主君を支えるべく恐るべき武勇を発揮しました。山崎の戦いでは希代の槍使いと呼ばれた蟹才三と戦って生け捕りにし、自らの家臣にしたという逸話がありますし、静ヶ岳の戦いでも抜群の戦功を挙げ、猛将背後家吉を討ち取ってみせました。七本槍の中でも特に称されて5000石を与えられています。その後も秀吉の子外武将切手の勇猛ぶりを発揮し、天正15年1587年には早くも伊予11万石の大名となり、文禄4年1595年には清洲24万石へと出世を果たしました。もし清正がバランスの取れたマルチな武将だったとすれば、正則の場合は武勇に特化した武将だったと言えるでしょう。時に直情的なあまり周囲との軋轢を起こすこともありましたが、主君秀吉のためにひたすら先陣を駆け抜けたのです。やがて秀吉が亡くなって徳川家康の天下が定まりますが、それでもなお正則は豊臣家への思いを残しています。大阪の陣の際、屋敷の蔵にあった兵糧を豊臣方が摂取した時、正則は黙って見過ごしたといいます。徳川の世になって生きづらさを覚えた正則にとって、それがせめてもの恩返しだったのでしょうか。秀吉から才能を認められた珍優の師加藤義明、後に伊予や会津を治める大名となり、冷静で落ち着き払った性格から珍優の師と呼ばれた加藤義明ですが、秀吉との出会いはまさに偶然でした。もともと義明の父は三河の武士だったといいます。しかし一向一揆に加わり、徳川家康と敵対したことで国を追われ、一家は流浪を余儀なくされました。やがて近江に流れ着くと馬の仲買人となり、孫六と名乗っていた義明も少年ながら仕事を手伝っていたとか。どんな馬なのか実際に乗ってデモンストレーションをするわけですが、孫六の素晴らしい乗馬ぶりに感心した人物がいました。それが秀吉の家臣加藤景康という人物です。景康は早速秀吉に孫六を故障に加えるよう進言しました。秀吉もすっかりその気になり、あれよという間に孫六は橋場家に仕えることになったのです。やがて景康の養子となって加藤姓を称し、名も重勝、ついで義明と改めます。初めて戦いに出るのは天正6年1578年の三木城攻めの時でしたが、秀吉の養子秀和付きだったため許しが出なかったといいます。しかし決起に流行る義明は無断で出陣してしまいました。秀吉の妻ねねから厳しい叱責を受け、しょんぼりする義明でしたが、秀吉は逆に心意気を褒めたたえたといいます。そればかりか300石の加増に預かったとも。その後秀吉を支える子飼いの一人として活躍し、賤ヶ岳の戦いでは敵将浅井教政を討ち取るという戦功を挙げます。義明の戦いぶりは秀吉から大いに称賛され、3000石という功録を与えられました。それからの義明は他の七将とは少し違った活躍ぶりを見せます。
天正15年1585年に起こった四国攻めの際、小早川高景の与力として加わり、ここから水軍の将として名を馳せるのです。朝鮮の役では淡路水軍を率いて海戦に参加し、劣勢になりがちな味方を支えて奮闘しました。また朝鮮水軍の巧みな作戦の裏を書いて逆襲を仕掛けるなど、最後まで主導権を渡さなかったといいます。義明の冷静沈着ぶりと度量の深さは諸大名からも一目置かれるようになり、秀吉も十万石の大名へと取り立てました。秀吉が亡くなった後、かつて自分を追放した徳川家康に接近し、いち早く味方になることを表明するあたり、やはり状況を冷静に見極める目を持っていたのでしょう。秀吉が信頼した盟友の息子、池田輝政。池田輝政の場合、秀吉の小姓上がりから出世した人物ではありません。むしろ大人になってから秀吉に近似しているため、子飼いというわけでもないようです。しかし当の秀吉は輝政のことを大変気に入っていました。信長亡き後の織田家における内紛で、いち早く秀吉に味方したのが輝政の父、池田忠興です。もし忠興のバックアップがなければ、秀吉に天下が転がり込んでくることはなかったでしょう。ところが天正12年1584年に起こった長久手の戦いで、忠興が嫡男元助ともども討ち死にしてしまうのです。池田家の後を継ぐのは輝政しかいなくなったわけですが、秀吉は亡き忠興らの恩に報いようとしました。輝政を岐阜城主に抜擢し、自らを支える子飼い同然として扱ったのです。九州の駅、小田原の駅に従軍した輝政は目覚ましい戦功を挙げ、やがて秀吉から揺るぎない信任を得ました。やがて徳川家康が退去した後の三河吉田城を与えられます。この城は東海道を訳する要衝ですし、長く徳川の地盤でもあったところ。そんな重要なところに輝政を置いたのも、秀吉が信頼を寄せたからこそでしょう。しかし秀吉から取り立てられたといっても、そこは乱世を生き抜く武将でした。秀吉の死とともに輝政の行動は新徳川へと舵を切っていくのです。七将の中で最も早く豊臣家に見切りをつけた男、細川忠興。七将の一人に数えられている細川忠興ですが、彼もまた生粋の子飼いだったわけではありません。秀吉に従った頃にはすでに明智光秀の娘、玉を正室に迎えていたため、もう立派な大人でした。本能寺の変が起こった直後、細川藤孝、忠興夫氏はいち早く光秀と手を切り、秀吉にシフトチェンジしています。光秀に味方しても将来はないと考えたからでしょう。その予測は見事に当たり、細川家は豊臣傘下の大名として生き残ることができました。忠興は秀吉の天下取りに協力して戦場を駆け巡り、豊臣家と深いつながりを持っていくわけですが、秀吉に対する尊敬の念はやがて疑念と不信へと変わっていくのです。その最初の出来事となったのが千利休の切腹でした。利休は忠興にとって茶の湯の師でもあり、生きていく上で指針となるべき存在でした。切腹の理由は諸説あるものの、やはり理不尽なものとして納得できなかったのでしょう。忠興や蒲生氏郷らは必死になって除名嘆願を繰り広げますが、利休が許されることはありませんでした。次に起こったのが秀吉の甥、豊臣秀次の切腹事件です。この時多くの大名が連座の上処分されましたが、忠興に対しても嫌疑の目が向けられました。忠興は秀次から多額の借金があったため、深い関係を疑われたのです。閉門、蟄居を命じられ、切腹の沙汰が下るという噂もあったとか。そんな忠興を救ったのが徳川家康でした。返済するための金を用立てし、取りなした上で秀吉の怒りを鎮めてくれたのです。これがきっかけとして忠興は家康へ接近していくのです。
さらに忠興にとって我慢できなかったのが秀吉の意を駆る石田三成の存在でした。2021年、東京大学史料編纂所と衛星文庫の調査によって、どれほど三成を憎んでいたのか、それがわかる証拠が見つかっています。忠興が記した書物を調べたところ、受け取った書状などの裏側を再利用していることがわかったのです。その書状とは三成のものでした。そこには、我らは恵まれているのだから金を貯め込むのではなく周りに配るようにせよと書いてあったのです。いかにも差し出がましく押し付けがましい三成の性格がよく現れていますね。普段から気に入らない三成から説教された忠興は、腹立ち紛れに書状を裏紙同然にしたのでしょう。こうして忠興は七将の誰よりも早く秀吉に見切りをつけ、家康陣営に加わろうとしたのです。秀吉の覚えめでたい優勝、最後まで豊臣家に忠義を尽くす浅野義長。豊臣政権の御奉行を務めた浅野長政の嫡男が浅野義長です。彼は秀吉の登園にあたり、血脈こそつながっていないものの姻戚関係という間柄でした。天正4年1576年に生まれた義長は、幼名を長万丸と言い、七将の中で最も遅く生まれています。長万丸は秀吉の妻ねねの義弟ということもあり、大変可愛がられていたようで、幼少の頃から藤原正家や堀教庵といった文人たちから学問を学んでいたとも。きっと秀吉夫妻にとって我が子同然のような存在だったのでしょう。やがて元服を果たして義長と名乗り、初陣の日を迎えます。それが15歳の時でした。天正18年1590年に始まった小田原の駅で、よりにもよって激戦地となった忍城攻防戦に加わったのです。忍城は水攻めを受けながら持ちこたえ、貨幣ながら豊臣の大軍を寄せつけません。それどころか逆襲に転じてきました。すでにいくつか主級を挙げていた義長ですが、味方が崩れかかると大恩情を発して押しとどめたといいます。若くして大将の器量を備えていたのでしょう。義長の振る舞いを見た将兵は奮い立ち、ついに敵を突破して砦の奪取に成功したそうです。秀吉もまた働きぶりを褒めたたえ、太刀と脇差しを褒美として与えたとか。初陣からわずか3年後、義長はいきなり下位16万石の大名となります。とはいえ、父長政の功績によるものだったのですが、秀吉にとって将来への期待を込めてのことでしょう。他の子外武将ともども始まったばかりだった朝鮮での戦いで活躍してくれる、そう信じたからでした。そして義長は期待通りの活躍を見せます。加藤清正と協力して各地で戦ったり、ウル三条の攻防戦では自ら鉄砲を放って敵を撃退するなど、際立った強さを見せつけました。ところが朝鮮での戦いが義長を武断派へと導いていくのです。共に戦う加藤清正や黒田長政らと苦闘し、泥水をすすってきた義長にとって、石田三成ら武行の存在は許しがたいものでした。安全な場所でぬくぬくとしながら秀吉にあることないことを吹き込む、そんな風に思い込んでいたのです。やがて秀吉が亡くなったことで無益な戦争は終わりを告げますが、三成に対する遺恨はなおも残り続けました。彼ら武断派が徳川家康に味方したことで豊臣家の命運が決まってしまうのですが、義長はその後も豊臣秀頼に対して忠節を尽くしています。豊臣滅亡をその目で見ることなく亡くなったわけですが、その方がむしろ幸せだったのかもしれません。卑屈になったのは実の父親のせい？黒田長政。あの天才軍師こと黒田官兵衛の嫡男が黒田長政です。後に筑前52万石の大主として名を馳せるのですが、彼の人生にはどうやら卑屈というワードがつきまとっているようです。それは長政の幼少期に原因がありました。
早くから信長に味方することを望んでいた官兵衛は、当時の主君だった小寺政元を説得して織田陣営に加わります。しかし条件は小寺家から人質を出すということでした。ところが小寺の嫡男氏元は病弱で、とても任に耐えられそうにありません。そこで白羽の矢が立ったのが、後の長政こと庄寿丸でした。長浜城に預けられた庄寿丸は、秀吉夫妻から大層可愛がられ、他の小将たちとも親密にしていたようです。ところが翌年、思わぬ出来事が襲います。天正6年1578年、有岡城で荒木村重が謀反を起こし、説得に向かった父官兵衛が捕らわれの身となってしまいました。この事実は誰にも知られることなく、官兵衛が戻ってこないことを聞いた信長は、人質の庄寿丸を殺してしまえと命じたのです。主君の命令とはいえ、秀吉は殺すに忍びず、竹中半兵衛に相談しました。そんな半兵衛は庄寿丸の身柄を預かり、自らの居城でかくまったといいます。結果的に助かったものの、その辛い記憶は庄寿丸の心に傷を負わせたことでしょう。さて、父が救出され姫路へ戻ってきた庄寿丸ですが、どうにも気に入らないことがありました。それが後藤又兵衛の存在です。又兵衛の父が亡くなったことで官兵衛が引き取ったのですが、体格も良くて頭のいい又兵衛ばかりを気にかけ、まるで我が子同然のように接するのです。自分は人質になってまで黒田家に尽くしたのに、なぜ父は又兵衛ばかり贔屓にするのか。そんな鬱屈した感情はやがて成長するにつれ増していき、ついに長政と又兵衛の確執へと発展していくのです。庄寿丸は元服して長政と名乗りますが、父に対する卑屈な感情は収まらないままでした。高山右近の勧めで官兵衛がキリシタンになった時もそうです。長政は17歳にしてダミアンという洗礼名を受けるのですが、さほど熱心に信仰していたとは思えません。むしろ父から洗礼を強制されたことで、心のどこかで反発心を抱いていた節があるのです。後に禁教令が発せられて官兵衛が亡くなった途端、長政は待ってましたとばかりにキリシタンを徹底弾圧しています。幕府の目を気にしたからという説もありますが、それでも長政のキリスト教に対する冷淡ぶりは異常でした。やはり若い頃に父から強制されて入信したことが心に重くのしかかっていたのでしょう。偉大な父の陰で卑屈になった長政ですが、彼は決して無能ではありません。福岡藩の礎を築き、江戸時代を生き残れるほどの遺産を残したのですから、やはり大きな才能があったのでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。